ビロード革命、ビロード革命、ビロード革命は1989年11月17日にチェコスロバキア社会主義共和国で勃発した当時の共産党支配を倒した民主化革命である。スロバキアでは静かな革命と呼ぶ。この革命は1ヶ月後のルーマニア革命のように大きな流血に至る事態は起こらなかったことから軽く柔らかなビロード。 ベルベットの記事に例えて名付けられた。チェコスロバキアでは、チェコスロバキア共産党、第一初期のアレクサンデル・ドゥプチェクを中心とした、改革運動、プラハの春が、ソビエト連邦を中心としたワルシャワ条約機構の、軍事介入で潰れた1969年以降、グスターフ・フサークの下で、路線が進められた。正常化体制では改革派の共産党員は、除名され、 反体制派とみなされた多くの国民が職場から追放された。また、1977年1月に検証77を発表したグループに関わった知識人は、内務省国家安全保障隊、SNB、スペア・ナラドニー・ベスペクナスティの秘密警察機関、国家保安部、STB、シュタットニベスペクナストによる弾圧を受けた。 さらに他の東欧諸国より経済的に恵まれていたとはいえ国民の生活水準は1980年代にかけて西側諸国に比べては低い状態が続き不満が高まっていた。1985年にソビート連邦でペレストロイカが始まるとチェコスロバキアでも改革の機運が高まり始めた。当初、フサークは 表面上改革開放路線を支持しつつ、国内では強権的な姿勢を崩さなかった。1987年には、東大一初期職を、ミロシュやケッシュに譲り、ある程度の経済改革と民主化を認める方向を打ち出したものの、フサークは大統領として引き続き実権を握り、国内の体制維持と反体制派の弾圧、検挙を続けた。ところが、 1989年8月19日、すでに民主化を進めていたハンガリーで、ハムヨーロッパピクニックが成功すると、オーストリアに隣接するチェコスロバキアにも、西ドイツへの越境を求める東ドイツ市が大量に流れ込み、プラハ市民は西ドイツ大使館内にあふれる、数千人の東ドイツ市民を目撃するようになった。10月18日には東ドイツで、 強権的な体制を敷いていたエイリヒ・ホーネッカードイ、社会主義統一党書記長が失脚し、チェコスロバキア当局は、東ドイツとの関係悪化に怯えながらも、11月3日には、西ドイツの求めに応じ、東ドイツ市民の西側への輸送を開始した。ハンガリーに続いて、チェコスロバキアが、鉄のカーテンの撤去に踏み切ったことで、11月9日には、冷戦の象徴だった。 ベルリンの壁が崩壊した。その後11月16日までには、チェコスロバキア周辺のほとんどの共産党国家が、共産党一党独裁支配を放棄し始めた。チェコスロバキア国民は、これら一連の動きを、国内外のテレビ放送を通じてすべてリアルタイムで、把握しており、反体制派の市民らは民主化デモの準備を進めた。 このうちプラハシの大学生は1939年にドイツ軍に抵抗して殺害されたチェコ人学生を追悼する国際学生日11月17日の50周年記念日を狙いビラでデモへの参加を呼びかけていた大学生や国立劇場俳優のストライキはこの後12月29日まで続いたこの間チェコスロバキア共産党と 市民フォーラム及び暴力に反対する講習による実務者協議が始まり、円滑な体制転換についての折衝が重ねられた。結果、共産党の一党独裁法規と複数政党制の導入を行うことで双方が妥結。複数政党制による連邦議会総選挙の結果、チェコでは市民フォーラムが、スロバキアでは暴力に反対する講習が第一党となり、ルプチェックが、 連邦会議議長、ハベルが大統領に就任し、12月に非共産党系による新政権が発足した。一方同月には、治安部隊による、プラハ市内のデモ隊外圧の容疑で、プラハ市共産党委員会の元第一書記、ミロスラフシチェバンが逮捕され、かつて政治犯としてハベルが収監されたことがある、エコプルゼニシ近郊のボリー収容所に収監された。後に、 シチェパンは1988年に行ったデモ弾圧の権力乱用の罪で懲役2年6月の判決を受けた。革命の副産物として1948年以来チェコスロバキアを離れていた名指揮者のラファエル・クーベリックがハベルの強い要請を受けて帰国した。クーベリックは1990年のプラハの春国際音楽祭でスメタナの我が祖国全曲を チェコフィルハーモニー還元楽団と共に演奏した。全体主義体制を敷いた共産党政権が崩壊した後のチェコスロバキア連邦議会では連邦国家の枠組みに対するチェコ人議員とスロバキア人議員の認識の相違が表面化した。それまで形式的存在に過ぎなかったチェコとスロバキアの両共和国政府が連邦政府からの権限以上を受けて 存在感を増す中、チェコスロバキアを一体不可分の単一国家とみなすチェコ人議員、対等な二国による連合国家とみなすスロバキア人議員の間で国名の変更や市場経済への移行政策などをめぐって主張が対立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。